仏道も学ばれたことから沈黙修行に励めるよう一番近い民家まで厳しい山道を70キロ以上離れております。携帯の電波は届きませんが、人が泊まるときは必ず1日1回は山降りた常駐の管理人室と交信を行います。大体取られたこと公表できない金があること自体問題だろう。こっちが辞めてまで吉永監視に起こすなんて。それって忙しくなるんだ。